こんばんは。こんばんは。もうちょっと待とうかな。よいしょ。続々と。こんばんは。こんばんは。お久しぶり、お久しぶりです。こんばんは。お待たせしました。今日はパカで配信しようかなと思います。やっほー。こんばんは。近い近い離れる近い近い。こんばんは。髪切りですか。髪切り、髪切ったよ。ん、あのこの前切った時ね、切りました。イケメンか、イケメン。こんばんは。お久しぶりですね、皆さん。てかインスタライブいつぶりだろう。めちゃめちゃ久しぶり。お久しぶりです。あっちのね、あのファニコンの方では配信してたけど、こっちは久しぶりです。どうも、こんばんは。ハロー。ほら、はーい、お久しぶりです。さ、おー、みんな続々とありがとうございますね。年末ですね。今日はね、あの久しぶりにいとこに会ってきて、あのママの方のいとこにはうん、よく会ってんだけど、そうパパの兄弟の方のいとこには全然会ってなくて、会えてなくて、そう唯一一人同い年の子がいるんだけど、いとこでね、そう、その子も10年以上ぶりに会って、ラが小学生の時から会ってなくて、そう今日久しぶりにちょっと会ってきましたね。なんかさ、インスタ新しくっていうかさ、なってから初めてやるから、なんか全然最初ライブの場所分かんなくてさ、ごめん遅くなっちゃった。なんかどこにあんのか分かんなくて申し訳ないです。このウェーブって何、このこっちに出てくるね、分かんないね。よそよそしかったですか。最初ね全然喋れなかった。なんか何喋って、しかも男の子だからなんか何喋っていいか分かんなくて、出たけど途中からなんか普通に喋れて楽しかった。そうっていうで、小麦ともなかもね、行けるお店探して、そう行ってきました。あ、くしゃみでしょ。あ、失礼しました。失礼しました。なんかこれさ、角度が暗いの、これ照明、これ位置違う。もうすぐ100人行きそうですね。そうですね、皆さんありがとうございます。皆さんはどんな年末お過ごしですかね。同い年のいとこいいな。うん、そうね、ラム唯一だからね。なんか一個上とかはいるんだけど、そうでも同い年ってやっぱなんかいいなっては思う。そう、ちょっともらいました。まだもらってないですよ。うん、
嬉しい、ありがとう。ちょっと暗いけど、やっぱさ、これどうしたらいいの？なんかどこ、ここここだね。ちょっと待って。今やることじゃないよね、ごめんなさい。なんかさ、あんまりなんかやらないから。あ、分かった、違う、ちょっと待ってね、ごめん、揺れます。よいしょ。あ、あ、ごめん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 。こうしてこうして、あ、すごい近くなっちゃった。こうして、すごい慣れてない人ごめんなさい。配信慣れをしていない人、こうしたらちょっと明るい？そんな変わらないか。何してんだろうね。あ、こうしたらいいか。あ、来た、来たんじゃない？ちょっと待ってね。さっきより近くなっちゃった。どう？こんなもん？こんなもんでいいかな。あ、すごい、やっぱ照明いい感じ。思ったより揺れました。ごめん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 。ごめんなさい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 。強すぎて明るくないと思う。なになに、しなしなし。いい？こぐらいでいい？さっきより明るい？だいぶ明るくなった。あ、ちょっと近くなっちゃったけど。これは見える。すいません。ちょっとラグ下がるみたいな。ここかな？オッケー。ちょ、髪の毛すごい。すいません。明るくなった。よかった。よかったです。そうね。じゃあ。多分ね、毎回と一緒でね、多分すぐ時間過ぎちゃうと思うから、暗い影なくなりました、ありがとうございます。だからあの、またね、みんな質問いっぱいくれたので、ちょっと答えていこうかなと。フィルターかけてない、かけてない、何かけれんの、かけれんだっけ。ほら、もうこういうことがありますね。困っちゃう。これ何、どうしたらいいの。フィルター、フィルターフィルター、これどうしたら、あ、なんかやだ、なにこれ、どうしたらいいの、これなに、ちょっとわかんないよ、なにこれ、なんか女の人の声が聞こえる、なに、ラウじゃなくて、え、あ、すごい。って感じだね、これね。遊んでないでフィルター決めろってね。なんかすごいね、なんか、なんかこれ暗、顔暗。あ、おじさんになっちゃった。ちょっと遊んでないで喋ってよって話だよね。ごめんごめん。なんかこれさ、どうしたらいい？犬。これなんか耳動くんだっけ、動かないよ。ごめん、ラウ遊んでる、申し訳ない。あ、怖い、ちょっと怖い、なんか、なんか怖い。おお、あ、すごい、ラウがいっぱい。遊んでる、ごめんね。ね、これさ、なんか綺麗、なんか美肌みたいなのがいいんだけど、これどうしたらいいの、わかんないね。遊んでくだされ、ダメダメ、ちょっとみんなとおしゃべりしたいけど、ちょっと待って、なんかこれむず、これさ、あ、これで最後、なんもないのがいいの、どうしたらいい、ビューン。なんか美肌、美肌、美肌なんちゃらみたいなのはないんだね。なしで行きましょう、なしで行きましょう、失礼しました、失礼いたしました。ということで、あ、100人超えてる、ありがとうございます。ごめんなさいね、遊んでって。ゆるたはめちゃめちゃ楽しんでて可愛い、すいません。なしで行きましょう、なしで行きましょう。クリスマス何してましたか。クリスマスはね、特に、あ、でもチキン食べたしね、ケーキいっぱい食べた。そう、あのアイスケーキだっけも食べたし、あとなんかいちごクリームのケーキも食べたし、ブッシュドノエルも食べたし、チョコケーキも食べた、いっぱい食べた、ケーキ
でさっきチーズケーキ食べた。めっちゃケーキ食べてる。そうなんですね。いただきます。ありがとうございます。そうね。牛の歌良かったです。ありがとうございます。そうね。ちょっと今年を振り返ろうって言って遊んでもう10分が経過してしまいましたが、今年はね、まあ一番大きい出来事はやっぱ事務所入ったことかな。ね。それが一番大きいことだと思う。うん。まあね、事務所入って、いろいろね、こう方針とか、なんかあるからさ、こう相談しながら、今までできなかったこととかもできたりとかあったから、そうね、会う機会はさ全然去年とかより減っちゃったけど、でもなんか新しい一歩は踏み出せたのかなって思うかな。うん、そうね。でもその中でも舞台もできたし、オーディションも久しぶりに、だからアミューズを辞めてから久しぶりにオーディション受けたから3年ぶりぐらいとかに、今年久しぶりにオーディション受けて、オーディションってこんだけって思うぐらいだったけど、そうね、まあでも楽しくやらせてもらってますね。うん、大事大事、少しずつ着実にですね。そうですね。そうで、まああとはNHK 入ってますかと、そうね、主演のね舞台 NHK 入ってますかと、あと明日はまくるかやって、その後だから漢字表記のイーダラウラで最後にやったのが明日はまくる でその後に、まあ、しばらくねオーディションとかやらし、なんかこうやったりとかしてた期間があって、でもあとそっか B ハッピーやって、で10月末にあの朗読劇か、そう出させてもらって、でこの前の歪んだ面々かっていう感じだったから、まあ、あとはセッションか、セッション TG のフェスとかはね出させてもらえたけど、まあでもなんかみんなに会える機会はね、直接会える機会は減っちゃったけど、なんかある意味まあ充実はしてたのかな、なんかゆっくりね、みんなにはお待たせしちゃったり大丈夫ってこう心配かけちゃったりね、こう心配してくれる人とかいたりしたけど、もう今年は今年で楽しかったかな。うん、そうね、でキンキンで行くと TGNFS か、久しぶりに誕生日、そうか誕生日イベントもやったね、そう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 、誕生日イベントはね浅草お散歩行って、イベント会場でビンゴだったり、あとは、まあ、ミニライブみたいなのでサックスをみんなの前でね初めて吹いたり、あとはそう、ね、夜はスカイツリー登ったりしたから、なんかそうね、それもそれで楽しかった。
なぁと、うん、ね、歌うことはないんですか。なんかね、やっぱこの前 TGN フェスやって楽しかったから、やっぱ歌うの楽しいなと思ったから、なんかできたらいいなって思うけどね。うん、楽しかったな、楽しかったね。ほらほらねえね、ごめんね、超のんびりなんかこんな感じで戻りたかった、スカイツリーね。ね、皆さんこの年末の忙しい時に大掃除だったりね、まだ仕事仕事納めの人してない人多いよね、多分ね。やっぱもう仕事納めはしてるので、そうね、ごめん超のんびりだね申し訳ない、大掃除放棄しました。あ、放棄しちゃったの。まあね、お掃除大変だもんね。ね、今日仕事納めでした、お疲れ様でした。あ、ごめんね、なんかこうあの咳とか聞こえると思うんだけどあのママがねちょっとね喘息だから、ちょっとたまにむせてるけど、あのお気になさらず、まあ気になっちゃうと思うけど、バタリトークで心地よいです、いつもと同じでいい感じ、ありがとうございます。なんかね、でせっかく質問もらったから答えてみる、答えれるなら答えていくね。ピッピッピー、そう、ありがたいことにさ、英語のね質問がいっぱい来てたの、でも答えてないと思って、なんかねどうしようね。この1年ねなんかすごい変な名前あったね。この1年間ね最も記憶に残る5つの出来事は何ですか。あ、みんな喘息ありがとうございます、伝えときます、ママにね大事に伝えときます。 Google 翻訳だ、 Google 翻訳だね、でも使い方ちょっと分かんないんでね、ラグーグル翻訳ね、ほんと機械音痴だし、ここのバックも OK。 じゃあ質問戻りますね。この1年間で最も記憶に残る5つの出来事は何ですか。5つの出来事か、でも事務所に入ったことが一番かな。あとは名前がね、今までやってたのと変わったの、初めてお仕事は初めて、ちっちゃい時からやらせてもらってるんですけど、初めて芸名っていうのね、っていうのができたのは自分の中でなんか、あ、一歩なんか新しい道進んだのかなみたいなのは思った。まああとはね、まあ桜学院じゃないですか、パキッつっちゃった。桜学院はやっぱね、福慶さん見てくれてる人福慶さん多いと思うけど、やっぱ桜学院の言葉ねやっぱ大きいのかな。多分ね卒業生とかね生徒はみんな多分、ね、福慶さんと同じように多分すごい大きな出来事だったと思う。うん、それはまだ見れてないんだけど、ちょ
とね行けなかったから最後のライブ。確かに変化の1年だね今年はね。事務所入って名前が変わってでね、桜学院もねみんな新たな一歩踏み出したわけじゃん。8人がねいた8人がそうだからまあそうだね。それはやっぱこう今見てくれてる人たちの中でも大きい出来事だから、まあ、1年間の記憶に残る5つの出来事の1つには入るかなね。まあでもさ並行したけど別に会えないわけじゃないし。そう今日もさ車でその移動してる時いとこ会いに行く時桜の曲流して妹と一緒にさ歌ってさそうとかみんながこう聴いてくれれば別になくなるわけじゃないからでは思ったね。今3つ言ったか。あとなんだろうね。まあでも楽しかったので言うと歪んだ面々かな。なんかねびっくりするぐらい楽しかったんだよね。そうなんであんな楽しかったんだろうっていうぐらい3週間か約3週間だね稽古もう1ヶ月か1ヶ月弱やったんだけど楽しかったね。私なんかこう素敵な人たちにもたくさん会えた。まあそれはもうどの現場でもそうなんだけどなんかねやっぱ関西人が半分いたからそれ楽しいよねっていうなんか何言っても突っ込んでくれるしでしかもみんなお兄ちゃんお姉ちゃんたちだったからそうそうそう。ね、こんばんは間に合った。ありがとうございます。お仕事だったかな。お疲れ様です。エアイズ小麦あ小麦ね小麦あっちにいるけど後で後半に後半っていうかもう終わる直前ぐらいに。あそうこれ時間出せばいいね。ほいそう笑える舞台合うと思います。本当そうね。でもなんか久しぶりに踊ったしそうそうそうコントも久しぶり2年ぶりぐらいにやったしでね、やっぱ演出家のお三方が本当素敵な方々だったからさっきもあのザマミーのザマミーさんのコント見てたんだけど妹と一緒に妹が大好きで一緒に見てたんだけど9時までチケット買えるからねザマミーさんの急な宣伝。でも今4つ言ったかでしょ。あとなんだろうね5個って難しいね。なんだろうもう1個かこう今年のなんかさどっからが今年かさわかんないんだよね出来事。いや1月からなんだけどなんか時経つの早すぎてなんだろう。出かけたりしませんでしたか。出かけたりねあんまししてないんだよね。すごいね仕事の話しかしてない。このライブじゃない。このライブかな。そうねなんだろうね今年
しでしょ。すごい悩むじゃんって思うよね。ごめんね。そうじゃん、ヌーさんありがとう。そうだよ、一番最近で会ったじゃん。そうだよ、まあ、4つ言ったでしょ。事務所入った、名前変わった、さくらのこと、あと歪んだ目々、この前ねインスタのストーリーであげたけど、中里依紗さんのポップアップショップに行けて、しかもタイミングよく、タイミングよく里依紗さんに会えて、そうねえ、で里依紗さんのマネージャーさんもこう会って久しぶりにお会いできて、でその時やっぱり里依紗さんの横にいて、でそしたら里依紗さんに「ほらルーちゃんだよ」って言ってくれて、あの2回ほどお会いしたことはあったので今まで、でももう3年ぶりとか、そうだね、3年ぶりに会ったから3年半以上かな、4年弱ぐらいかぶりに会って、そうなんか朝早起きして並んでよかったって思って、そう並んだのなそう、どうしてもあのクリスマスの時にあげたタイダイのトレーナー欲しくて、まあ、欲しかったの何個か買えなかったんだけど、今絶対土曜日だったからやばいだろうなって思って朝起きてラフォーレのオープン前で並んで、そう並んでよかったと思った。でもだからなんかこうね、こうファンの人とかっていうか、こうお客さんとかがねいつも舞台の時並んでくれたりとか、それこそ桜の時とかもね、グッズとかなんかこう入るために並んで待ってくれてるのとか、はあ、こんな気持ちで並んでるんだって思って、そうなんかみんなありがとうって思いながら並んでただってね、夏は暑いし冬は寒いしっていう中でもさ、舞台でもね、舞台とかイベントとかだとさ、席とかってイベントって入った順なのかな、ちょっとよく分かってないんだけど、とか思うとなんかありがとうって思って、本当にそうって思いながら、あったかいお茶持って待ってた。ちょっと待ってね。あやっほー、小麦だよ、今ご飯を食べてちょっと眠いよね、ほらこんばんはって、小麦です、こんばんは、こんばんは、春や秋の目立たそうだよね、小麦ちゃんです、今ご飯を食べてとっても眠いです眠たいの、眠たいね、ん？こんぎちゃんこんばんはって、見ちゃったら今眠くなっちゃって、俺も寝るよ多分このまま置いといたら、そう目がトロンってしょ、ご飯美味しかった、ご飯いっぱい食べたね、そうこんぎちゃんはねずっと眠いのこんばんはね、今年の出来事はその5つかなってな感じです。そう普通になんかこっちでもこうコメントでも質問来てんだよね、こっちでもそっか、なんか今年の出来事はとかがやっぱ多いんだよね、今年やれなかったこと来年やりたいことはありますか、
でもそうね、今年もさ旅行行きたいなってはさ思ってたから、でも行けなかったから、なんか来年はね旅行行ったりしたいなって、ちょっと今またいろいろねこう出てきちゃったりとかしてるけど、来年は行きたいなっては思う。来年やりたいことそれかな。可愛く着てますね。そうこの洋服ねママが作ってるの。そう小麦とねモナカの服はねママ作ってるんだ。そクリスマスケーキ何食べましたか。さっき言ったね、いっぱい食べました。挟まれて一曲だけ立てておいてみては。そうねー、そう計画立てたいで立てればいいんだけど、 なんか立てていけなかった時がショックで、そのそれこそ去年そうだ去年友達と韓国行こうとかアメリカ行こうとか、そうアメリカ行こうとしてたの。沖縄とか北海道とかいろいろ計画してたんだけど、まあ、全部行けなくて。そうですね。年末年始はどんな映画やドラマを見たいですか？でも明日か。あれ99.99.9スペシャルドラマやって、で映画が、いや、あ、今日か、今日スペシャルドラマやって明日映画でしょ。それはね見たいなーって思う。そうなんです、それは好きなんだよね99.9。でもあとその10月クールっていうの、この前までやってたドラマがねまだ見れてないのいっぱいあって、でそれは録画のやつ見ようかなって。今ね最愛見てる、曽根さん出てるね、最愛は見てます。今途中まで、八丈島はどうなってますかね。なんかさみんなやっぱねねもね今年就職できて、今病院ですごいめちゃめちゃ働いてるらしいからね。でマリナもデビューしたり、日向も相変わらず忙しそうにしてたりだからね、なかなか予定が合わせられなくて、なんかね行きたいんだけどね、なんかもうちょっと2年も1年目だから多分バッタバタだから、もうちょっと落ち着いたらかな。八丈島はね着いたらどうぞ来てください。北海道に行きます。行きたい。99.9好き。いいよね。いいよね。1000円めっちゃ良かったです。やっぱいいよね、あれさ。面白い、今。でもなんかちょっと暗い話だなって思うけど、気になる。先が。そう、ドラマをまとめてみるタイプ。そう、気になっちゃってね、ダメなんだよね。だからできればまとめたから、真犯人フラグとかも録画してんだけど、絶対さ「あなたの番です」と同じ感じでしょ？って全然違うと思うんだけど、ってなると気になるからまだね見てないの。次もやるじゃん1月も。だからちょっともうちょっと我慢しようと思って。鍋の季節ですか。ラチは何鍋が好きですか。鍋はね、チゲ鍋好き。チゲ鍋か。あとうちでやるんだとね、なんかレモン鍋。
そう、レモン輪切りにして入れて、で、大根もそのままスライス、輪切りでスライスして入れて、あと野菜とか鶏肉とか入れて、そうっていうのはね、好き、美味しい。辛いの得意ですか？そんなめちゃめちゃ得意ってわけではないけど、好きかな。あの蒙古タンメンのカップ麺、あのセブンに売ってるやつのね、北極はね、食べれた、食べれた。そうね、すっごいのんびりだね。大丈夫そう？レモン鍋おしゃれ、美味しいよね。やってみてください。てかね、鍋にね、大根こうまんま輪切りにして入れると美味しい、すごい。そう、大ちゃんお芝居直前緊張するタイプですか、開き直れるタイプですか？めちゃめちゃ緊張するよ。なんかね、あの具合悪くなるぐらい緊張するの。もう それこそね、出る直前とかに誰かしらにこう背中をバーンって叩いてもらったりしないとダメなんだよね。なんか緊張がスッてしない。そう、まあ舞台立っちゃえば楽しいんだけど、出る直前がね一番緊張するね。小麦ちゃんは寝てますね。はい、お休みになってます。でもやっぱみんな、ね、来年挑戦してみたいことはとか、今年のあれはとかだね。最近ハマってることありますか？ストライちゃんが大好きです、ありがとうございます。ハマってること、ハマってること、でも歩くの相変わらず、なんか時間あったら歩いてるな。それこそさ、歪んだ面々の時に来てくれた人は分かるんだけど、会場が新バンバって駅、立交会ホールがね、新バンバって駅なんだけど、それが品川の隣かな、京急線で品川の隣なんだけど、そっから新宿までね歩いたりしました。そう、2時間半ぐらいかな。楽しかったよ。そう、バータリがね予定より早く終わって、あ、全然予定より早く終わったじゃんって思って、なんかせっかくなら歩いてみようかなって思って、なんでそう思い立ったのか分かんないんだけど、自分でもね、そう、歩いてみようかなって思って歩いて、そしたらなんか可愛いとこ見つけたり、あ、なんかこのお店美味しそうみたいな。10キロあった、10キロ以上あった。そう、楽しかったよ。なんか質問もらったのに全然答えてない、ごめんね。てかなんか質問さ、やっぱ英語のやつもあるからさ、質問はまたストーリーで返す時を作ろう。せっかくもらったのごめんね、申し訳ない。年明けにやろうかな、それストーリーで質問に答えるやつ、年明けやる。
ごめんね、質問ありがとうございます。あとコメント読もうかな。もう40分経ってんの、早っ。四谷から浜松町まで歩いたが、すごってどんぐらいの距離なのか知らないんだけどさ。ねえ、英語勉強しないといけませんね。ごめんね、海外の方々すみません。英語勉強して Google 翻訳で質問を返して眠たいね。ねえ、すごいのんびりな配信になっちゃった。麦ちゃんおった、まだ寝てるから。ちょっとさ、この明かりがあってさ、小麦の顔全然見えないんだよね。何の話してたっけ。名古屋から岐阜30キロ歩いたの。すごっ。周囲調べましょう。身につくと思います。そうだね。あっちゃん睡眠時間どれぐらい取れてるの。分かんない、気によって日によってかな。大阪から今帰ってきました。お帰りなさい。楽しかったですか。そうね、もう忘年会シーズンだからね。ね、もうコメント読んでこ、コメント読んでていいって感じでいい。なんで名前は小麦。小麦はね、そう、妹がの、あ、ミルクが飲み物の名前でしょ。妹の名前も飲み物の名前なのね。飲み物の名前なのってすごいけどそうで、出会った時に下2人小麦、じゃあ間違えた、ミルク入れて飲み物って来てるから、でなんか飲み物関連のものにしたら可愛いかなみたいな、なってで、麦茶が出てきて、最初黒豆茶とか言ってたんだけど麦茶ってなって、すごいもう本当手に乗るぐらい、もう450しかなくて、うち来た時でちっちゃいから、じゃあ小麦でいっかってなって小麦になったね。もう可愛いの親バカですいません、可愛いのよ。今日もモナカとずっと一緒にいてね。一番好きな俳優は誰ですか。いや、もう仲里依紗さんですよ、そりゃ。でも共演したいのは里依紗さんはもちろん、もうそれはもう絶対なんだけど、安藤サクラさんとはお芝居してみたい。そう、できるように頑張んなきゃって。あの人のお芝居好きなんだよね。朝ドラとかもだからすごい好きだった、満腹。うん、来年の希望、目標とか。まあ来年はやっぱね、今年いろいろさ、こうなんだろう、オーディション受けたりとかもしてたし、まあ舞台もできたけど、やっぱ事務所に入ったからにはね、やっぱ映像のお仕事もしたいし、それこそ迷い地方の人がさ来にくくなっちゃってるでしょってなったら、やっぱね、映像の方がさ見れるから、今配信とかはあるけど、だから映像のお仕事ができるように頑張りたいなって思う、来年はね。うん、朝ドラは見る派ですか。見ます見てます。今ちょっと見れてないんだけど、でも録画はしてる。そう、録画はしてるから、それは後で見ようと思うけど今
おやすみなさい。あ、もう寝るんですか。おやすみなさい。おやすみなさい。小麦がおやすみなさい。どっちがおやすみなさい。おやすみなさい。そうね。なんかすごいのんびりのんびり。演奏の仕事楽しみにしてます。ありがとうございます。頑張るよ。ね。まあプライベートはそうね、やっぱ希望だとやっぱ旅行は行きたいかなっては思うかな。来年は年女だしね。そうだよ、虎年だよ、年女。久しぶりにライチャー見れて嬉しかったです。ありがとうございます。楽しかったフェスね。半分青いんでライチャー見たよ。ありがとう。そう、あれも嬉しかったね。ちょっとだけだったけどセリフもらえたし。そうね、また朝ドラも出れるように頑張ります。もっといっぱい出てくる役できるようにね、頑張るよ。うん、そうね。コメントいっぱいありがとね、みんな。生誕お祝いしようね。したいね。今年もできるかな。まあマネージャーさんと相談して、なんかできなくてもそれこそねえハニコンの配信とかこっちもやると思うし、それでなんかねできたかなって。朝ドラもオーディションだよ。だから半分はもオーディションだし、そうだった。こんばんは、こんばんは。なんだかんだもう50分経ってたんだよね。何年してたの。時間経つの早いね。もうだってあと今日29でしょ。30あと2日だよ。早いね。うん。新春シャンソンショー3回言えますか。新春さん言えません。早口言葉ね。新春シャンソンショー、新春シャンソンショー言えませんでした。はい、スピーカーみたいな歌の方も期待したい。歌もねなんかできるようにしたいなって思うけど、でも今歌も好きだけどお芝居頑張りたいっては思ってるかな。で本当にそれこそね、なんかこういうインスタとかさ、ファニコの方とかさ、なんかそっちで上げれるようにしたいなとは思う。こうね、なんかこうできたりっていうよりはそういうのでこう趣味程度にやるぐらいの感じでできるように頑張るね。ブブーダメでした。早口言葉。今年が終わってしまいます。どんな感じ。何、どこ行くの。ここでいい、うん、あっち行く。ここでいいの。どんな感じですか。まあ早かったなって思って、かなんか年々早い。1年があっという間。今年も無事年末迎えられてよかったなって思いますよね。うん、そうね。クエショー、こんななんか緩くていいの。充実してる証拠ですね。そうですね、早いのはね。うん、
かすごい不安になってきちゃった。もうあと10分だけどね。そうね。でも今年も本当にお世話になりました。うん、これでいいのだ、ありがとう。めっちゃ楽しい、楽しいの、ありがとう。手かゆいの小麦ねえ。でも本当に私もまあ会える機会減っちゃったし、あれだけどこうやってねインスタライブできてるし、まあ見てくれる人がいないとねできないからできてるし、なんかそれこそね久しぶりにオーディション受けたり、こう前ね去年よりも舞台がこうなんだろう少なかったりとかしたけど、みんながこうコメントとかでさ書いてくれるのがあって、でなんかあ頑張ろうってみんなこうやって言ってくれてるし頑張ろうって思えたから、なんか今年は特にあみんなにいろんな意味で支えてもらえたなって思ったから本当に感謝してます。もうありがとうございます、いつもいつもね。だから私はいっぱい待たしちゃったから、うん、来年はもっとみんなに見てもらえる機会が増えるように頑張ります。めっちゃよ。そうね、舞台も映像も頑張っちゃうよね。リンゴジュースです、ごめんね。小麦ちゃんの格好とかめっちゃ聞こえる。おてて可愛かったみたい。おててだって。これあれなんだっけ、頑張ってください、ありがとう。クスクショなんちゃらした方がいい、スクショなんちゃらじゃないした方がいい、しなくていい、しなくていいか、いつもしてたっけ、だしてたか。でもアーカイブはね、3日間2日間今年いっぱい流そうかな、溜まってる。お酒はいける派？お酒はいきます。そうこの後のあのあっちのファニコンの配信ではちょっと飲もうかなっては思ってます。そうスクショタイムぜひお願いします。やるか。小麦ちゃんお写真いいですか。小麦さんこれコメントどうやって消すんだっけ。あこれかコメントオフ、よしさ、かもみちゃん、はいチーズ。はい起きて起きて眠った。はいラッパーカーでイエーイ。イエーイ。何秒くらい待ったらいい？小麦起きて。1、2、3。はい、もういいかな。恥ずかしい、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 恥ずかしい。OK、OK、大丈夫さ。ありがとう小麦。かわいい、かわいいの、かわいくて、かわいくてつらい。ごめんなさいね。バカで。ありがとうございます。ボーダー似合うよね。そうちょっと今日はだからそのいとこに会うんでお出かけしたから、あのちょっとおしゃれしようって言って
そういつもはおにぎり柄だったりパンダ柄だったり、降りたい、まあ、いいよ。そうパンダ柄だったり、フレンチブルドッグ柄だったりしたんだけど、今日はちょっとお出かけだからちょっとおしゃれしようって、ちょっとお上品な感じのボンドにしましたね。小麦ね、今日は何食べました？今日はね、パスタ食べた。そう、パスタとチーズケーキ。この後ご飯だから。そうそう。ちょっと遅めなの、うちご飯。ちょっと、いたずらしないで。いたずらはよろしくないよ。ありがとうございました。こちらこそ。どこまで来ましたか？なんかね、川崎の方行った。川崎の方とか行ってる。そう。俺のファッションショー見たい。でもそうね、今度ファッションショーする？もうなかった。で、ママが作ったお洋服あげよっか。ね、今度ね。もう56分、なんか何話していいか分かんない。久しぶりすぎて。来年はトラ柄で。今日は何飲むんですか？何飲もう。でもハイボールかな、大体ハイボール。そうなの。何どうしたの、どうしたの、ちょっと何してんの、こまげちゃん。いたじらはよろしくないですよ。これあれなんだっけ、1時間でちょっと切れちゃうんだっけ。そうだよね。ちょっといたずらやめて。どこ行きたいの？オッケー、出たいの？はい、じゃあバイバイってみんなに、今年もありがとうございましたって、よいお年をって、バイバーイ。小麦先に退散します。バイバイ。はい、ありがとう。どうぞ。バイバイ。よいしょ、失礼しましたね。え、いや、やっぱインスタライブいいね。なんかいいねっていうか、あっちのハニコンだ、何も変わってない感じする。申し訳ない、あんまりこういうのがね得意じゃないの。得意なんな、なんかできるようになんなきゃって思うんだけど、なんかあんまり得意じゃない。そう、ごめんね。そんな言ってらんないよね。ね、本当にダメだよ、しっかりしなきゃってね思うよね。ごめんごめん、ごめんなさい。でも本当に100人も見てくれてありがとうございます。ゆるい配信好き、嬉しい、ありがとう。このままでいいの、そのままで。え、なんでそんなみんな優しいの、うん、ありがとう、うん、大好きよ、うん、みんないないとら無理だ無理だとか言って、だいぶいいよ。ありがとうございました、よかった。よし、あ、59分だ。みんな本当に今年もお世話になりました。もうね、本当楽しかった。今年もみんなに支えられて楽しい1年でした。来年はね、もっと気合い入れてみんなに見てもらえる機会増えるように、スーパーレディ目指して今後も頑張っていくので、来年もよろしくお願いしますね。私そろそろ終わっちゃうから、皆さん素敵な年末をお過ごし最後でかまお過ごしください。じゃあこの後ファニコンで会う人はファニコンでってことで、ありがとうございました。良いお年を。またねー。